この度はインターネット上に上がっている私の騒動についてお話しさせていただこうと思います。まず私の軽率な行動により不快に思い恐怖心を抱いてしまった女性にお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。私のしてしまった軽率な行為は絶対に許されるものではなく、今後は自分の行動を顧みて二度と同じような問題を起こさないことを約束します。その後の対応にいたしましても、開き直ったかのような動画を投稿した上、その動画に広告をつけるなど、女性の方や視聴者の方の気持ちをないがしろにするような非常識極まりない行いをしてしまいました。普段の動画につきましては、自分自身のしてしまったことの重大さに混乱してしまい、自己防衛手段としてあのような不適切な動画を投稿してしまいました。本当に未熟で配慮に欠ける選択だったと思っております。視聴者の方には今回の騒動で大変不快な思いをさせてしまいました。重ねてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。